介のパチンコパスのものまで。最近のパチンコ台のスーパーリーチの最後の倒落煽りのボタンの出方、バビュー PUSH ビューダーパス。はい、おはようございます。ワンゲーム陽介でございます。そしてはい、パチンコ編集部セテリ君です。おはようございま す, います。ということですね、この2人が揃ったということは、はい、本日もね、西陣さんの信頼を実践してまいります、はい。というわけで本日お邪魔しておりますのはこちらケーズ尾張旭線さんでございます。ケーズさんといえばね、前回モモキュンでもお世話になってますから。で、本日実践いたします機種ですね、 P 花満開月光ザファイナルということで、はい、西陣の看板機種のファイナルらしいですよ。ファイナル最後本当かなっていうのがね、よくあるじゃないですか。ありますね。俺もなんかあの富裕層だとかガロとかでいろいろね、この業界ファイナル詐欺が多いんで、っていうのはあるんですけれども、まあね、西陣曰く本当に最後だと言っているのでですね、今回はね、最地球の安定王道ミドルスペックということらしいんで、はい、まあ非常に、ね、遊びやすく花満開の世界観を感じながらね、ばったりやれたらいいなと。まあでもちょっと昨今のピーキーらしくスペックにも特徴があるらしいので、そうですね、はい、その辺のお話はね、実践中にそうですね、喋っていこうかなと喋っていただいて、はい、ね、はい、せせりくんが隣にいる時、僕大の解説一切しないんでぶん投げますんで、はい、ということで、まあ今回も私が実践役、そしてせせりくんが解説役ということで、はい、今日一日お願いいたします。よろしくお願いしますという形でございます、はい。それでは本日はケーズ尾張旭線さんのP 花満開月光座ファイナルにてあなたの近くにいきなり陽介。おはようございます。さあ本日はですね、西陣さんの最新台花満開です。ほのかが帰ってきました。会いたかった。さあ行こう。エア設定はどうしましょうね。今回、うん、花満開リーチに行く合図としてエアが吹くみたいな感じの使い方するんですよ。あ、なるほど、はい。じゃあ花満の時はデフォルトだったら吹くんだけど、そうです、それ当たりってわけじゃないってことね、その段階では。そうです、そうです、花満開リーチ。じゃあまあとりあえずそうですね、激アツでやってみようか。はい、おお、いいね、花満のこの世界観ね。ああ、いいわ。これから冬なんですけどね。確かに季節の錯誤も甚だしいけれども、この P 花満開月光座ファイナルのスペックをちょっとせせり君の方からいつものようにお願いします。はい、お当たり確率は 319.69 分の1の各辺ループタイプとなっておりまして、はい、各辺突入値自体はへそも電柱も両方 55%、 ちょっと控えめなんだよね、昨今の大事さね。そうですね、うん、で2ラウンド各辺がちょっとあるんですけれども、はい、図柄揃い大当たり値はオール1500発の払い出し、はい、なんでまあ安定スペックっすよね。そうですね、結構安定スペックっていうところで、ちょっとなんか赤い花びらが出ましたね。赤い花びら出て、はい、ちょっとチャンスかもね。奇数図柄というか、この金図柄が確率変動図柄というか、ね、そうですね、はい。おなじみのね、そうです、光リリー参りましょう。それがほのか一言予告といって、赤コメントとかだとチャンス、金だと激アツですね。なるほど、はい。でそこから、あ、行きましたね。それでさらに、はい、後半みたいな感じの、めっちゃ 3D だ、伝わらんと思うけど。まあおなじみの感じで、まあ、ジャックリーチ系統と花満開リーチっていうね、激アツリーチっていう、はい、まあ、従来の流れをしっかり踏襲しております。で、そこはまあ赤いあの蝶々がチャンスアップだったりするんで、通過、残念。お、ああ、アイキャッチ、アイキャッチです、アイキャッチです、はい。はい、はい、じゃあちょっとまあ続きなんですけれども、はい、今期ですね、まあこれだけじゃ終わらない部分がありましてですね、はい、いわゆる C 時短というものを搭載しておりまして、 C 時短、はい、はい、時短の最終回転と残保留4つ分が時短100回転に当選する可能性があって、はい、それが 14.52 分の1で抽選しているんですが、はい、合計5回転ですね、
って 14.52 分の1を引くことができれば、さらに100回転そこから時短がつくという感じの流れです。時短100終わってもそのラスト回転と残保留で14分の1引けてれば時短が100またもらえるんだよね。そういうことになります。だから引きによっては時短が200、300と続けられると。そういうことになります。でトータル継続率がそれを込みにすると 71% ほどあるということで、ね、意外と、はい、トータルで見れば継続率持ってると。まあ、だからそこがちゃんと引けるかどうか大事だよね。大事ですね。そう 14.52 って結構まあ引ける方だと思うんで。引くよね。だから単発のうちの3分の1は時短100つくわけでしょ。そうですね。って考えたら結構ね、そこ引けるかどうかでだいぶやっぱ変わってきちゃうと思う。そうなんですよね。さあ今回、まあ、いわゆる疑似連演数ゼロね。あ、待ってください。今トップランプ、上部トップランプ引かれました。激アツですそれ。え、激アツマジで激アツでございますね。全然気がつかない。これでもう激アツなんですか。はい、 74.7% です。なわけないやろ。あ、しかもそれ突角煽りなので、うん、それ成功しませんか。夢見の時、ね、これ突然かけた煽り、はいはい、突角の2ラウンド各編の煽りとなりますので。あ、ほのかが起きればいいやつ。そうです。懐かしい。それは起きちゃうかもしれないやつですね。あれ投資まだ1000円ですけど。あれ今ハメ開いたよ。おはよう。おはよう。ボタンの色とかもあります。あれ、おはよう。起きましたね。おはようございます。というわけで、投資制限14回転で突然確変ですね。2ラウンド確変、はい、一応ショート解放で出玉取れるので。じゃあ一応打ちますか。はい。でへそに関してはですね、 30% が図柄取れ確変。へそはねちょっとね図柄取れ確変しづらいんだよね。そうなんですよ。2ラウンド 25% あるんで、まあ、そこそこ引けます。で、右に関しては確率変動の図柄ぞろいが可能性上がってると。そうですね、 46% に上がって2ラウンドが 9% に下がってる。あら優しい。ほのかやっぱ優しい。あのね、俺やっぱあの大昔の液晶成り立ての頃の花満開ものすごい好きなんですよ。あの月の役物あったやつね。あの花もか MT かな多分。あ、そう、あのそれとアバーがすごい好きでよく売ってたんだけど。あ、僕もめっちゃ好きで売ってました。あれめっちゃ、あ、なんだっけ、満月がチラッと しないと当たらないみたいなやつあったよね。ありましたね。あのなんか 赤くなったりとかいろいろあった気がしますけど。あれが好きでね。だから今のさ、おはようほのかとかもまさしくあの流れだからね。そうですね。であとなんか途中ほのかを探す演出もありました。あ、はいはいはい、あれも花もか MT で、はい、搭載してたりしたので。そうだからね、俺はね、でその後いろいろ出たんだけど、きらめきとかさ、極上とか出たけれども、はい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 、俺はやっぱそれが一番好きだのよ。結構ね、それに近い感じは ありますね今回は。はい、ちなみに今回の確率変動中、当たり前ですけど花満開リーチは確率変動濃厚だよね、おそらくね。そうですね。まあもうこれで1500束確約されているので、強い先読みとかが絡むことを期待したいわけだな。もう花びら黄色にしちゃったせいで桜というよりもなんかイチョウみたいになってるんだけど。いやでもこうなったら花満リーチ見たいわ俺。見たいっすね。やっぱ見たい。やっぱそれだもの。あ、いいじゃん。オッケーオッケー。これ確実だよね。はい、そうです。ちなみにあの赤系エースは結構当たれば確変になったりしますので、あと先読み系はほぼほぼ、当たれば確変なので分かりやすいですね多分。なるほどね。割と、はい、まあ、あの先読み、まあ、レバ角がいっぱいあるよと。そうですそうです。おお、ええやんええやん。これで花びらが上に行くんですよ。上に。でこの後で風が吹けば花満開リーチです。吹け吹かねえ。あ、吹かないか。あ、吹いた吹いた吹いた。花満開さあ、さあ今激アツにはしているので超激アツではないにしろ。そうですね。会いたかった。いいな、日本人なんだなと思っちゃうわ。今回も黒衣装とかあるのかな。あります。あるんだ。白黒赤とあります。うわー見たい。それもしかもあのほぼほぼ白しか出ないです基本。あ、じゃあ黒赤出たらもうその時点で。 あ黒いやっけ。おー黒い。頼むぞほのかさん。音が豪華になってる。そうなんですよね、壮大な感じになってます。最後動けばでしょ。
しかもそのためも5パターンぐらいあるんですよ、あの秒数が、当たりになる秒数が。これボタン押させんのかな。いや、押さないです。もうこの間を楽しんでください。頼むよ。はい、あ、気持ちいい。素晴らしい。あのね、最後一瞬ほどか動いた瞬間に大当たりが確定するっていう、このために打ってるからね。いいのが、ためが全然なくて、もうスパッていくパターンもあるし、すげえためるパターンもあったりとか。なるほどね、いろいろあります。ちょっと違いがなかなか難しいところ。さあ、極上大当たりでございますよ、これは。素晴らしい。どっかのシリーズでね、ボタンを押させるやつがあって、ありました、ね、あったでしょ。ありましたね。俺ね、あれね、センスねえなと思ったんだよ。やっぱあの間が、間が、間が、ほっと花丸リーチのね、ここから行くかどうかっていうのをみんなに見てほしい。ありがとうございます。さあ、突角から確変でございます。これでもう安心安定ので3000玉かかりますから。ハナマンはほんでオリジナル曲かっこいいんだよね。そうなんですよ、これもめちゃめちゃいい。ハナマン回率確変中 96.5% あって 96.5% ちょっと黒ほのかはもうその時点で確変、あの10ラウンド濃厚。あ、濃厚なんだ。じゃあ出た瞬間に喜んでよかったやつ、ね、喜んでよかったやつですね、はい、言ってよもう。なんか楽しんでるからちょっと当たってくれた方がいいかなと思って。まあね、でも 96.5% ってそれもうほぼほぼじゃん。ほぼです。白ほのかでも 94.4% なんで、まあまあほぼほぼ素晴らしい。なるほどね。挽回モードなので今回もまあ同様に、いや別品やな。確変中のほのかが一番世の中の女性の中で綺麗ですから。これがね、あの単発持ってきた人がブサイクになるんで。あ、やばい、いやこれ嫌な感じじゃない、やばいやブサイクとか言うから。あ、2位はダメだね、2位はね。あ、いやこれまずいな。いや、よくない、外れよう、一旦外れよう。でも結構これ確変中リーチかかっても外れになることもそもそもあるんで。なるほどね、はい。いや、行かなくていいのよ、行かなくていいのよ、ね、ここでバンって外れてくれたら。もうちょっと止まれニンニク。あー、行かないねこれ。このまんま当たるやつだろう。で、ここか、発展しなきゃいけたな。あー、行っちゃった。あー、しちゃったか。ちょっと怪しいっすね。分かんない、 まだ桜に行けばいいのですよ。いや、行かないな、これ。このまま当たるやつ。それもチャンスアップあれば、あの当たれば確変だったんですけどね。あ、なるほどね、はいはいはい。赤系のものがあればよかった。そうです、そうです、何でもいいんで。いや、後半行っちゃうと6割ぐらいで当たっちゃうんで、外れろ、やめて。じゃあこれはもう多分上がらないなっていうところ、なんとなくわかるけれど、まあまあまあ、最終戦一応ありますよね。あります、昇格チャンスがね。全然あります。ただ確定良さなかったな。そうっすね。止まってー、進んでー、止まるわな。まあしょうがないですよ。全然ここでダメでもラウンド中、ラウンド中。ラウンド中も一応あるのか。はい、あります、あります。満開チャンスっていうのが起きれば、昇格のチャンスね。そうです、昇格チャンスとかです。一応満開チャンスは2ラウンド目、うん、もしくは7ラウンド目に発生することがありまして。7ラウンド目、2と7両方で発生すれば昇格濃厚だったりします、ね、あ、2回来ることもあるんですね。あります、あります。なんで2ラウンド目と7ラウンド目は、じゃあ7ラウンド目次ですね。あの右打ちの時早いですね。あ、早いですね、やっぱ10ラウンドしかないです。来い。お、あー、来ないか、あー、来ないのか、あ、来ないのか、音だったから来たかと思ったでもアンツルだから時短100もらえますから。す、ね、しかもこの台はね、自分の引きで時短無限にできますから。で、振り分け上ですね、エンディング昇格 4% あるんで。あー、意外とある。なるほど、次回激高モードね、はい。ここで、時短100回転に突入しますと、まあ、引き戻せばええねんって。
綺麗なんだよな、液晶が綺麗なんだよね、花マンね。この今はなんかもう当たり前になっちゃったけどさ、はい、昔の花マンとかもさ、まあ、その通常時の背景とかからめちゃめちゃ好きで俺、うん、このね、ヒキャリ、ギジレン、はい、そうです、ギジレンになります。蝶々がずっと待機してるんだよ、あそこで。そのオレンジの蝶々だと保留変化濃厚で紫以上とかあるんですけど、一応紫になりましたね。でここの出目基本的にこんな感じで順目だったりとかするんですけど、はいはい、ゾロ目だね、リーチ目的なのがあるんですか。あります。なるほどね、666か。じゃあ結構細かい図柄の法則とかもいっぱいあるんだね。いろいろあるんですよね。お、あ、これまたあれや。おー、いったね。あ、お、キューパーなんであれですけど、振り分け上、あ、なるほどね、はい、ちょっと先態度は突角の煽りですね、ま、そうですね、突角煽りになりますね。どうなる、右の方は 9% しかないのよね。そうですね、振り分けとしては 9% しかないですね。起きてボタン、起きて通常、おはよう。ああビャーオちょっと音が汚ねえな、ですよね。当たってるし。さあ残り3、右打ちを続けて保留を貯めてくださいと出ております、はい、これがですね、さっき説明した時短を100回転伸ばせるかどうかチャンスってことで、はい、のチャンスなのでちゃんと保留を貯めてくださいと。月光ボード終了と、終了となるんですけど、これで満月、あ、違うな、あ、満月っていうなってれば今の最終回転で急に100プラスみたいなパターンもあります。なるほど、ここは1個ずつ 14. 何分の1なわけ、ね、そうです、14.5 で、これで時短100取れるか、一撃取れるかどうか。なんかね、いろいろあるんですよ、これも法則が。月が満ちればいいわけで、そうです、満ちれば OK。 お願い、あ、新月。なんかね、テロップ出た後でどの一撃とか連打とかどれいくかで組み合わせによって成功濃厚だったり信頼度アップだったり。あ、これ、はい、あなたの光で私を照らしてください。あなたの光でだったら3回押しパターンだとチャンスアップとか。あ、そういうのがあるんだ、はい、太陽拳とかやったほうがいいかな。14分の1ぐらい引けそうだけどね、赤文字とかが出るとね、熱いんですけどね、やっぱチャンスなんだね、はい、届け連打、これね、そうですね、届け私の思いは一撃だったらよかったですね。じゃあやっぱ逆が出ちゃってる。そうです、そうです、そうそういかんよね。あ、いやー、引きたいね、これ。これがだって一番楽しいとこじゃん、この台のね。そうですね、そうですね、ポイントです。赤文字、あー、あー、あなたの光でだったので、なんかあんまり損した気分にならないじゃん、ここで引く分には、うん、100もらえるんだったら。赤ボタンとかないか、お願い。あー、じゃあ今回は残念ながら時代100で終了と。そうですね、祈りっていうパターンが一番熱い。お、なんだなんだ、あ、待ってください、花発見チャンスいきましたよね。うん、あ、違う、ジャッジメント、ジャッジメント、初めて見た、なにこれ。あ、そんなのあるんだ、そういうパターンがあるのね。あ、76% ですって、これ熱いんじゃない。ジャッジタイズ 76% らしいです。 76%、 はい、おお、取れた。じゃあこれで最終変動で満月になったので時短100回転、はい、めっちゃうまい。やったすごいですね、すごいな。あ、これでさらに時短100もらえるから弾減らずに打てるのね、はい、すごい、おお、いいじゃん、いいじゃん、初めて見た。今のパターンでジャッジメントじゃなくて花百景チャンスっていう方に行くと、ああ、昔だったね、花百景チャンス、はいはい、それ行くと時短の場合もあるけど、まあ結構大当たり引いてる場合はそっちに行きます、ね、なるほどね、はい、お、赤いよ、赤いチャンス、残り77回転とね、あ、いいね、奇数テンパいいね、あ、おお、なんか運び出てきたよ、激アツでございますって言えよ。一応今
の赤でも30パーぐらいあります、ね、あそんな強いの、はい、あじゃあ赤出たらワンチャンなのね。結構ワンチャンあるものはあったりしますね。時短中はちょっと知名度上がってたりするんで。ああ赤いよ、赤い赤い。でこれ疑似連に関してもあの通常時でもあの3度前になった時点で 30% オーバーだったりするんで、そこそこ暑いです。あじゃあ疑似さんは素直に暑いんだ。そうですそうです。いいでそのバランス。そうそう、あんまりだから3度前行きまくるわけでもないんで。ぶっちゃっ。あ3度前行ってほしいだじゃあ。そうっすね。あ光がないで。あないな。めっちゃシャンシャンしてるけど。で、こっから発展するのかな。はい。ご期待ください。ご期待ください。ご期待しちゃいわよ。ちょいちゃん。多分赤出てるんで、後半は行くと思うんですよね。もうここで。間違えてポンポン、まあ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 ないか。まあもともとがさそんなめっちゃレッチャーするスペックではないわけじゃん。そうですね。ね、この時間を楽しむ感じであるもんね。そうそうそう、やっぱこういうまったりした台はやっぱり必要ですよね。必要だよね。今ないんだもん。ない、ほんとほんと。もう319と 2V1 に疲れたよ俺って、そんな感じがするもん。さあ残り少なくなってきましたけど、この延長した場合の注意点が1個だけありまして、はい、時短の最終回転で、うん、またその何ですか、ザン保留で時短の抽選するんですけど、はいはいはい、この延長した場合の最終変動に関してなんですが、うん、最初の時短ですねはあの最終回転電柱の開放が最終回転の図柄がところまで開いてくれるんだけど、この C 時短発動後の場合は最終変動始まった時点で電柱開かなくなっちゃうんで。ああなるほどね。じゃあ貯める時間がないんだ。そうです、貯める時間ないのでちょっとタイミング合わないと4回転分の抽選になっちゃう可能性があったりします。なるほどね。なんか右から止まってんだ。そうですね、チャンスパターンっぽいね。いけ、うん、あそれがハサミ転売だったら、なんでハサミじゃないんだよ。花ばかりちだったんだけどな。挟もうよそこは。4の場合はハサミ、1の場合は右、右スクロール中、通常左、2の場合は左。難しいですね、なんか説明がね。はい、あまたそっち、また来た。いやよくるだ来い、さあ右打ちを続けて貯めてください。これね、はい、あいけるかな。もう一回入った、入れ入れ入れ。ああ今もったいない。こうなると3回しか取れないけど、もうしょうがないわ今のは。そうなんです、こうなっちゃうんで、そこだけちょっと、あそうだね、まあまあ、打ちっぱなしにしててどうにもなんないのはもう厳しいね、惨劇。もうちょいいけ、あ、全然上がらんほぼいっとるやん、あピューンつって。まだ2回ある、照らせよ。3回押しだったらチャンスです。3回押し来い、ああ3回押しがチャンスで、はい、3回押しがチャンス。連打か、間違えろ間違えろ、もうちょい、もう1センチもう1センチやで。ああシャンシャン、あーこれで終わっちゃったのかな、終了。あー残念。まあでも時短100取れたからね、はい、1回取れただけでもだいぶうまいと思ってるので、じゃあここからまったりもう一度通常で、当たりを目指そうじゃないですか。じゃあ一応改めて注目演出的なものを、はい、紹介しますか。注目演出はい、僕が挙げる演出としては、はい、連続予告中に突入する可能性のある満点ゾーンっていうものがあって、満点ゾーン、はい、そちらがですね信頼度 76% ぐらい、結構強いな、はい、次も連続予告なんですけど、はい、
1の前とか2の前とかなるじゃないですか、実伝のね、はい、の時に金の前ってなると、はい、それが 86% あって、強いな、ゲロアップという感じになります。 86% って結構やな、はい、まあ、出現率そんな高い方でもないんですけど、はい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 。であとですね、開花ランプというものがあって、開花ランプ、はい、液晶の右下に桜のランプあるの分かりますか、はい、花満開って書いてある文字、あれ、あ、そうです、そこが回数の下だね、うん、そうです、いろんなタイミングで光るんですが、はい、それが光った時点で 72% オーバーです。100ではないのね。そうです、 72%。 あー、ブルってる、あ、ブル、暑いぞそれは。おいおい、暑いっす、バイブ来たの、バイブ 72% です、バイブも 72%、 はい、おいおいおい、あっちおい。でしかも今ストック的な演出がなんかクエスチョンマークできる、ね、はい、いろいろストックするんですけど、多分ほのかとかストックしたら花満開リーチとか、多分なんかそんな感じだ、この辺どうなのかな、でも多分この辺どうだよね、連続変、おうおうおう、これっぽいな、いや出てくんないと困るって。あ、来た、あ、来た、ほのか、ほのかでしたね、ケミカルなほのかの香りがした。ケミカルな、さあ花満リーチ、通常時に落ちてすぐですね、もうずっとこうやって見ちゃうもんな、このリーチは。あとそうですね、注目演出最後がこの花満開リーチですね、これね、はい、図柄揃いだけで考えると 74% 占有率があります。すげえな、手がちょっと動くだけで、ええね、動いた、ちょっと早かったですね、早かったね、うん、さあ素早い初当たり2回目、これは時代100生かしたよね、減らさずに、減らさずにいったね。さあでも図柄揃いね、へその場合は単発の方が多いので昇格に期待したところだけど、そうですね、図柄揃い各辺は 30% の、そうなんだよね、へそはちょっと弱いんだよね、そうなんですよ、わかんないよ、わかんないよ、わかんないよ、あ、残念、まあでも箱を変えましょうか、おはよう、あー残念、あ、終わりか、へそに戻ります。まあ、今回は残念ながら100でしたと、そうですね、いいですね、この BGM ね、なんか料亭に行ったような気分、あー、わかるわかる、こじゃれた滝とかある料亭でしょ。雰囲気がそうなんだよな、すごい、いつも説明するタイミング逃すんですけど、うん、回転数とテンパイ図柄の法則もあって、回転数とテンパイ図柄、そうそうそう、右下に今239回って書いてあるわな、あの例えば110回転と111回転目、うん、で1テンパイすれば大当たりどうこうとか、うん、そういうこと、はい、じゃあ今だったら、まあ、このあと330ぐらいで3テンパイすればってこと、332回転と333回転で表示に右下になってる時に3テンパイしたら大当たりどうこうになります、うん、ゾロ目で前後1回転だけなんだ、そうです、前後1回転気づかねえよそれ、なので3つもね説明しようとしてね、もう過ぎてるんですけど、次来たらちょっと見てみましょうって感じですかね、出てた？赤ホルじゃないあれ、いきなり、はい、赤ホルですね、突然3割ちょいぐらいは 30%、 はい、じゃあまあ一応その花満リーチ張ってに期待したいね、そうですね、してほしいですね、してほしい、変われ、おお、赤発光、赤い、やっぱ赤は通常だとちょっと微妙なんですよね、やっぱ桜のいっぱい散ったりとか金だったら熱いですけど、ゼロゼロ、おお、トップランプ、トップランプ、上光りました、あ、光った、金の花びらです、ね、金の花びら、え、これ強いじゃん、はい、強いです、強いです、ちょっと今のピューンピューンっていう音でちょっとトップランプが今ね映ってないんで、光ってた、映ってないんですけど光ってます、あの変な音鳴るやつがトップランプなんで、覚えて、あの音だけ覚えててもらえれば、さあ、来ました、来ましたね、ここで久しぶりの発展でございます、これはまあ花満開リーチ、花満開リーチ行きそうで、エアは激アツです、お、来ないんだ、来なかった、まさかの逆に熱いんじゃない
ゃないですか。可能性あるで、ただチャンスアップないんだよな。なんもないね。赤いやつとか。まあ、一応あのゼロ転敗なんでちょっとそこは安心してんだよ。確かに。ここで3転敗とか嘘だろうと思ってる。このまま当たっちゃう？いやいけるでしょ。はい。こういうのでも当たるんです。素晴らしい。321回転。ほのかに合わずに大当たり。しれっと上がってくれてもいいのよ。そう、ほのかが出てくると。で絶対そういうのあるよね。あります。ほのか滑れ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 滑らない。さあちょっとね確率変動の引きが弱いね。まあでも当たれば1500ですからね。そうです。2ラウンド目と7ラウンド目ね。そうです。2と7に注目です。あ、初回はなんかそうね47と、あ、これさあ34%ぐらい昇格です。小武器が、ああ、あの小武器ね。そうです。ちょっと微妙に映ってるかな。さあ、バコーン。ああ、おお、やった。すごい。嬉しい。やりましたね。素晴らしい。これは嬉しい。へそ角取った。30%取れましたね。素晴らしい。素晴らしい。30%しかないからね、へそ角はね。はい。さあ、角兵入ってからだよね、問題は。いやー。伸ばしたいよ。ちょっと伸ばしたい、ね、ちょっと2、3連させたい。ちょっと連射させたい。お願いします。なそれ先読み、赤先読みだね。赤エースと先読みが大事と。右中は、はい、あ、これやばい、ちょっと怖いね。やばいやつ、これやばいね。あ、まずいまずいまずい。あ、8はやだ。あ、8はほんとやだ。役物動くな。止まって、あ、オッケー。あ、大丈夫だね。止まってて。いやでもここで止まっちゃうと危ないよなこれ。あーあー、やばい。このまんま8が揃いそうな気がする。格変が繋がらないね。外れてお願い。間違って。ああダメか。あ、そうなんだ。赤の方がいいんだ。いや分かんない分かんない。そう、ほのかとかボタンとかどっちでもいい。ただ今んとこなんもないってこと。なんもないっすね。だこっさって上がったらすごいいいですけどね。いい。止まれ。止まれ止まれ止まれ。次の。ああ、からのとかはないか。キラーンとかでありそうだけど。オートボタンを有効にしてしまったよ。しょうがない。しょうがないですね。よいしょ。じゃあちょっとこれ。サーチの100回。プラスアルファ。いやまだだ、時短中に引き戻してないからさ。うん、確かに。でこれやったら時短で400回せてるから、そろそろ戻してもいい頃だね。冷やかしに来ましたね。お、桜めぐり、いいね。来ましたね、桜めぐり。この回に会えれば、会えれば花番会率。花番会率なんだよな。だいたいいねえんだよ。いないんだよな。ほっ、いない。いない。お待たせ。これ継続とかなることもあります。ギギギギとそこにはほどかないるのか。287がいました。腹立つな。287って あんなとこ287おらんやろ。おらんやろ。面白いな。全くなんか、ああ、ダメダメだった。あ、2箱増えたね。そうですね。もうだから元に戻ったのか、ね、分母以上は回せますからね、またね。まあでも熱いことが起きたら素直に熱いな。うん、なんかしれっと花満開行くっていう展開はまだ見れてない。まだ見れてないね。そういうの見たいよ ね, ね。だからなんかそれこそオカルトの話になるけれども、はいはいはい、昔はねどっちかって言ってハマりたいのが好きだったんだよ。あ、俺、はい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 、でも最近はねもうハマりたいよりもやっぱり出てる台を打つようになってる。でもね分かる、僕もそうなんですよね。旗って軽い、あ、重い目の台で重いから次軽くなるとかっていう打ち方をしてたんだけど、そうそうそう、でもね違うのよね。重い台、永遠に重いんだよ。重いのよく分かんないけれども、そういうのあるんだよな。あるある。だからそのね、要はさ確率だからさ、当たりが偏ってきたりスカスカところがあるのはしょうがないんだけど、不思議と
修正が濃くなってるゾーンがある気がする。いやあります、特に一種二種とかの、あ一種二種ね、うん、ミドルキとか、はいはいはい、ありえんぐらい軽い時あるじゃないですか。あるあるある。それこそ大工のケンさんは普通の右打ち超弦ラッシュと、はい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 、別にライブ的に超弦モードがあると思ってるから超弦モード入ってる時マジ30回ぐらいで当たるんで。いや確かに確かに。だからゲン様で100まで回すっていうのはでも正しいんですよ。いや本当に僕1リッパぐらいまでは見たよ。あ見る1リッパまで、はい、1リッパ見よう。一応まあ超弦モードと天井が1リッパだからねそこの見解は合ってる、ね、合ってます。まあ行きましょう。で、でも俺も結構なオカルターなわけですよ。はい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 。今日もなんか何飲もうかなってすっげえ悩んで今日ジョージアのカフェラテにしたんだけど、だって見てほらほのかな甘みって書いてある。あーすごい。あいや言ってたほら行きますよ。言ってたらほのかな甘み来る。目覚めるかもしれない。あー白い白いな。コーヒー飲んで目覚めよほのか。コーヒー飲まなさそうですよね。ほのかはコーヒー飲まなさそうだけどね。煎茶とか進んでさお茶で、お茶ボタンは白い。Good morning, everybody! おぉほのかおはようございます。そんなことそんなことあんの。あ、ありがとうございます。やっぱりね、初当たりが軽い台は早いんです。すごい、超偶然。超偶然じゃない、これはね、俺のオカルトが物語ってるのよ。全然いいじゃないですか、起きてくれましたよ、うん、もうあとはこれがちょっと伸びてくれればいいんだよ。お、金じゃね。金ですね、多分金っぽいよね。しかも先読みだからね、レバ角。レバ角だね。金ももうそうです。金であれば9八角じゃないかな、どうだろう。あ、月月ゼロ、ええ何これ何これ、どういうこと。テンパイもしてないよね。あ、高速崩れ的なことなのかな。まあ、いやでもこれモロタだ。いやこれは大丈夫でしょう。いやオカルト大事だな。いやすごい。あ今花見だったね。あ見てなかった僕今花見。あじゃあもう当たりです。当たり当たりです。ありがとうございます。箱を交換しましょう。あじゃあ開けましょうか。持てる。はい、ちょっと覚えてる。おーギリさん行った。ギリさん行った。やっぱ赤だからギリさん行くのかもしれない。ね、金の場いただきました。わー大変。あーピコピコ言ってますわ。いやー安心ですわ。あとは問題なのはこの台未だ時短で1回、あー吹いた、吹くんだけど大変。未だ時短で1回も引き戻してない。こういう台はね永久に時短で引けないんですよその代わりなんか1回引いたらもう席を切ったように当たり始めるから期待ですね。期待したいなこれは。まあどうせだったら核兵落とさないでね、そのまま突っ走りたいけど。そうですね。会いたかったさあ絶対に動くほどかが見れる。止め投げ、止めめっちゃ投げ。いやこれはどう長いパターンなのかな。なんかね、体の中のあれが、はい、体内時計がこの場はすっげえ長く感じさせるんだよありがとう。さあ右取れて確変が続いておりますということはですね、3000玉と言わずにね4000、5000と出したいわけだ。あこれまずいな。やばい、非常にやばい。これまずいよな。いややっぱそういう時に止まるんだな。止まって外れる。動くな。ストップ。お、あ、やめて。明日から出されたものは残さず食べるからやめてくれ。止まれ、あー止まれ止まれ止まれ。動くな動くな。 あーやばい。これはちょっとどうだ。さすがにちょっと厳しそうかな。一回避けたもんね。青青青、緑やめて、緑やめて。青、まあ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 、ワンチャン外れる。やめて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 ですよね。いやなかなかうまいこと伸びない。
まだ分かんないか。まだ分かんない。昇格がほのか、ほのか出たりしないの。ボタンボタンも出たりしないの。タイマーとかないの。タイマー一回もここで上がってないんだよ。戻ったり戻ったり戻ったり。焼き物が焼き物が落ち。ないわな。ないか。手強いな。綺麗に二分の一っすね。下降モードですということなので時短100です。でこれで時短600回転だからそろそろいいんじゃないの。いや確かに。これだけへその初当たりが早いのに。右打ちでは引けてないっていうよくわかんないことが起きている。さあさあ溜まりきった。あここがね、ここもねもうちょっと曖昧なバランス。おいったおっ、行ったってこと。それ行きましたね。はい、それあの時短最終回転。おお素晴らしい。最終回転で引きました。14.5。じゃあこれで100回転追加ですね。おめでとうございます。継続ありがとうございます。とりあえずさあこれで時短だけで言うと700回転目そろそろ引こう。これで一箱節約できるんだもんな。強いよね。さあ2度目のジャッジメントが来てしまいますね。あー保留パンパンに貯めるならいいけど、パンパンに貯めれればね大チャンスなんですけど。2個3個もう1個貯めたい。開け、いけるいける、いけた、これはうまいパターン、ね、はい、うまいパターン。あれ、リゲート、あ、もう決まってる。あ、ということはあれです、また最終回転で最終返答で決まったんだ ね、 ね。だから時短300です。やばえらいことなってる、えらいことなってる、えらいことなってる。そっか、もう返答尺が短いからそのままいっちゃうんだ。そうです、そうです、あの最終返答とかで、そうです、 C 時短中の最後の回転はあんな感じで。そういうことだよね、あの、はい、煽れないから。そうです、時間を取れないんで確保できなくてあんな感じになります。いやー300回スルーはなかなかですよ。まだ延命するかもしれない。まだ延命する可能性もある。なんかいけそうな気するな。いけそうな気は、うん、なんかわからんけどする。さあ保留を食べましょう。ゾーン突入。さあ間に合うかな全保留。さあもう一回言いたい。怪しいかも。あーちょっと待って。あれでも光ったな今。あれ、あ、え、待って、これ桜巡りだったの。待って、これ最終ヘッドやぞ。これ多分熱いんじゃないですか。熱い気するよね。熱いと思う。このパターンはいるか。いないけど、ここからだって最終ヘッド尺長いの選ばれたってことでしょ。わざわざそういうことです。ってことはですよ、多分これ当たってません。これもしかしたら当たってる可能性もあるね。いるでしょ。いないのかい。もう一回もう一回もう一回。ダメなの。たまたまらしい。関係ないのか。なんだ、めっちゃ期待した今。ねえ、めっちゃ期待したね。なんだ、なんだったらそのまま月光ボードでよかったよ。さあ時短400をかけて。いやなんか今ので流れいった気する俺。あと4回転願いを込めてまいりましょう。連打だったら願いを込めて連打したい。三撃。一気に上がったよ。あ、もうほぼいってる、ほぼいってる。てるよ。ラスト、ラストじゃないか。もう一回やるか。三回押しだったら。連打なんだな。連れ打ち。けけ上がれ。もうそれ照らしてる。もうそれ照らしてる。照ってる。ああ、くそ。さあ、あなたの光でさっきと一緒ですね。だから三回押し。刺激か、厳しいな。まあでも300取れただけでも相当でかいけどね。そうですね。体まさかの。まさかの左7やで、左7やでとか言って。ないか、残念。なんかへその初当たりの速さを右で相殺されてるね。確かに。まあいいっちゃいいんですけど。いいっちゃいいんだけどね。弾減ってないんだからね。
はい、というわけでですね、なんとか C 時短を延命して時短300まで回したんですけれどもね、今日時短が下手くそでしたね。そこでさせる人は音出玉つなげていけると思うんですけれども、まあ、今日はね左に初当たり取れて大きい連着こそなかったけどまったり勝てたので大満足でございます。ありがとうございました。はい、じゃあちょっとね今日のケース終わりやさしさんの状況を見てみようかなと思うんですけれど、まず寝台のね、B の桜、そして花丸ね、まあ、花丸はねまだちょっと追いついてないんですけれども、桜出とるな。今日はどうやらねおきゅうびコーナーが当たりのようでございます。おきゅうび満台ですよ、ね、皆さんは後ろに玉を積んでいらっしゃる。そして手前には第5箱、そしてまさかの2ボックスおきゅうび、所狭しとドル箱が並んでおりますけれどもね、玉はねあの状況も良さそうで、状況がいいのがガロ、まだねあの粘ってるお客さん、まあ、ガロ満台なんですけれどもね、さっきちょっとねあの盤面を見たらですね、もうなんかあって感じだったんでねあそっか、まあ、これからきっと出るんだろうなと。そしてですね、花々がね出玉感がねついてるんだよな、この芝特にね。あーもうここ勝ち盛り3箱ですわ、で後ろも3箱でしょ、まだ2時とかなんだけどね。ここは現在1800枚、一撃隣も1400枚固まって入ってるし、あーこの辺ももうなんか多分これ間の台も入ってんだきっとな。3台連続かと思いきや角台はえらいことになってますな、別積みがございました。そしてこっちの花々のコーナーも負けてない、ここも2台出とるやん、こっちも箱持っとるやんと、ね、こっちもね、2箱持ってる、1箱半、こっちもガチ盛り、こっちももう4箱目に突入しております。すごいね、120分の1だったよ。まあ、麻雀4が4000枚出てるそんな当たり出る台だったよということでですね、今日はね割とどこ座ってもチャンスあるかなと。あのね紹介してないバラエティーとかもねちらほら出てる台あるんで、花だけじゃないし海だけじゃないという感じになってるんじゃないかと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。あとまず収支から振り返ると、ね、今日安くすんだ1000円なんす、投資250玉で終了時の出玉が6432玉ということなのでメディアプラスでございます。素晴らしい、素晴らしいね。いやなんかスペックがスペックだからまったり遊んだなという気持ちが非常に強いだし、今までの王道ミドルと大きく違うのが、まあ、C 時短ね、突然時短の存在だと思うんですけれども、はい、やってみたらやっぱ意外とちょっとひりつくね。いやあそこ ね、 そうですね、あそこいいっすよね、あれいいよね、うん、あのいい今までその要は時短っていうのはがっかりちゃんゾーンだったわけですよ、うん、そのがっかりゾーンだったのを一応ねその残りの4回転で自力でチャンスにしてまたサポを受けながらっていうゲーム性になってるじゃない。だから一日のんびり打ちたいなみたいな時はなんかそうやって自分で自力でつなぎながらやればね、今日も結構弾けたもんね僕。いやめっちゃ弾いてる方だと思いますよ。弾いてたよな。弾いてたし伸ばした方なんだけど、残念ながらその伸ばした先に当たりがいなかったってだけなんだけども、でも普通に考えたら時短100回せるっていうのは、まあ、1箱くらいの節約はできるはずなの で、ね、ちょっとね空いた時間とかに、まあ、割と打った感想としてはね、あの昔のほのかが戻ってきた感はすごかったね。そうですよね、わ、うん、かりやすいですね。とにかくここまで来たら、ここまで来たら指先が動けって祈るだけの台なので、まあ、実際そうだもんな。実際そうだもんな。あの 手でも全てが決まる。手のここまで、ここでテローンって言わないだけで、あの1500とも出るんで、たまにはね、原点に戻ってね、パチンコのね、そうですね、ほのかさんに癒されてみるのもいかがでしょうかという形でね。またね、いつものお願いになりますけれども、チャンネル登録ボタンを押すとあなたのほのかを振り返ります、ね、であとねせせり君のパチセブンの方も、はい、今回の記事もあるのよね。あります、はい、ね、それを見て、機種のお勉強をしながら打ってみていただくというのもいいかなと思いますので、ぜひパチセブンもよろしくお願いします。という形で今日もありがとうございました。またね次あの次回西陣また西陣になるかどうかわからないけれどもその時にまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。という形で本日はおしまいにしたいと思います。どうも皆さんありがとうございました。またね、見てね。最後一瞬ほどか動いた瞬間に大当たりが確定するっていうこのために打ってるからね。